曲はバルバラという方が、作曲なさった曲でして、私が歌いたいなと思っていたんですけれども、歌詞がどうしても身の丈に合わないというか、なんかずっと歌えるかなと思って、いましたところ、私 の、 夫であります山口浩平さんに頼んで、これは頼んでですね、作詞してほしいと、言いました。そしてこの場でですね、この創作発表会にふさわしいかどうかわからないですけれども、皆さんに今日聴いていただくことで、とても嬉しいと思います。それでは我が麗しき恋物語です。
うん。